こんにちは。今日は前回の動画で作ったシャンプー石鹸の後に使うクエン酸リンスを作ります。液体や固形の石鹸でシャンプーした後の髪は弱アルカリ性になっているので、これをクエン酸やお酢、レモン汁などの酸で中和することによってきしみを抑え、指通りが滑らかになります。石鹸ではない普通のシャンプーで洗った後にこのような酸性のリンスをしても特に変化はありません。クエン酸やお酢のリンスは石鹸シャンプーなどの弱アルカリの洗浄剤とセットで使うことに意味があります。前回の動画で石鹸シャンプーの使い心地はいまいちだけれどエコだからおすすめするというような伝え方をしてしまったかもしれませんが、あれは私の個人的な使用感で、私の髪質はかなりのドライヘアで髪も多く広がるタイプでくせ毛なので、さっぱり洗い上がる石鹸シャンプーはなかなかうまくまとまりませんでした。でもエコでナチュラルなものを使いたくって試行錯誤してきたので、あのような話になってしまいました。でも実は髪が少なかったり細くて腰がないぺちゃんとなるような方とか、あとオイリーでベタつくようなタイプの髪質の方は石鹸シャンプーを使ってみると髪に腰が出た、ふんわりした、さっぱり洗えていいなどととても気に入って石鹸シャンプーに変える方が多いですので、このようなタイプの方には石鹸シャンプーはナイスだと思います。誤解のないように補足させていただきました。すみません。そして私のようなドライヘアの方は市販のシャンプーコンディショナーのようにツルツルしっとりまとまるという感じにはならないと思いますが、できるだけしっとりまとまるように考えてレシピを作りましたので、エコでナチュラルなものを使いたいなという思いがありましたらぜひお試しください。クエン酸の他に米酢、リンゴ酢、ワインビネガー、レモン汁など酸の強いものでリンスできるので、いろいろ試してみるのもいいと思います。ですが私は、お酢のツンとした匂いが苦手で、アロマ精油で香り付けもしたいので無臭のクエン酸を使っています。一番の基本はクエン酸やお酢をそのままのものを、シャンプー後に水やぬるま湯で薄めて使用するというものです。今回はクエン酸を使ってアロマ精油とホホバオイルをプラスして香りと保湿性をつけたものをご紹介します。材料です。クエン酸小さじ2、水 150ml。 この水ですが、だいたい分量が5回分ぐらいなので水道水でいいのですが、もし痛みが気になる場合は精製水やミネラルウォーターが滅菌処理されているので傷みにくくていいと思います。そして、無水エタノール小さじ1、好みのアロマ精油合計10滴、そしてドライヘアの場合はこれにプラスしてホホバオイル小さじ2分の1です。では作り方です。まず容器にアロマ精油を入れます。今回はヘアケアにおすすめのパルマローザ5滴と、心を落ち着かせてくれるマンダリンオレンジ5滴を使っています。他にもイランイラン、ジャスミン、ラベンダー、パチュリー、ローズマリー、レモングラスなどもヘアケアにおすすめです。そこへ無水エタノールを入れてよくかき混ぜます。そして次にそこにホホバオイルを入れます。これはドライヘアの方だけで結構です。オイリーの方とかは入れない方がいいです。ホホバオイルの代わりにオリーブオイルや椿油、あとアルガンオイルとか、夏ですとココナッツオイルなんかもおすすめです。そして次にクエン酸と水を混ぜます。クエン酸と水を合わせて
クエン酸が溶けるまでよくかき混ぜます。クエン酸が溶けたら両方を合わせてよく混ぜます。オイルが入っているのでどうしてもちょっと分離してしまうのですが、それは使うときによく振って使うようにしてください。容器に入れて完成です。注意点ですが、クエン酸は塩素系漂白剤などと混ざると有毒ガスが出るので注意してください。また朝シャンプーする場合はレモンやベルガモット、グレープフルーツなど光毒性のある精油は使用しないでください。石鹸で洗髪した後のちょっときしんだ髪が合成のコーティング剤などを使わずに酸性のリンスで中和され滑らかになるというこの中和反応、化学変化がちょっと楽しかったりします。次回の動画で私流ですが固形石鹸を使う洗髪のやり方とクエン酸リンスの使い方をご紹介します。もしこの動画が何かお役に立てましたらチャンネル登録、いいねボタンお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。